ドイツ連邦共和国基本法は、ドイツ連邦共和国において憲法に相当する法律。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。1949年5月に、旧西ドイツで制定された。憲法とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として、基本法と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に、改めて憲法を制定することとしていた。 しかし、1990年の東西ドイツ統一後も、新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。第二次世界大戦の敗戦により、ドイツはイギリスアメリカ合衆国、フランスソビエト連邦による分割統治下に入ったが、最終的なドイツ全体の国家体制については、集権国家の否定と、 プロイセン州の解体ということでは合意が見られたが国家形態については連合国間で一見が一致しなかった。さらに冷戦の勃発もあって西側の米英物とソ連の溝が広がり統一的なドイツの実現はほとんど不可能になった。1948年2月から8月にかけロンドンで米英物とベネルクスによるロンドン会議が行われた。 この会議ではソ連占領地区を除外し、英米物の占領地区に適用される憲法を制定すべきであることを軍政長官に勧告することが合意された。また、アメリカの主張が通り、将来の西ドイツ国家として文献化された連邦制を要求することが決定した。この勧告では、州の権限を強めるため、二院制を敷くこと、議員の一つは州の代表によること、 連邦政府は、教育、文化、宗教、地方自治、公衆衛生に関する権限を持たないこと、州や連邦間の紛争を調停するための裁判所設立などが含まれている。5月31日の会議では、1948年6月15日までに、各州首相による会議を招集し、憲法制定会議を開催させること、憲法制定会議は、 各州代表人口75万人ごとに1人ずつで構成されること。憲法が連合国が求める諸条件を満たした民主的憲法であれば、軍政長官が州の住民投票による批准を認め、3分の2以上の賛成があれば、効力を認めることなどが取り決められた。その後このロンドン韓国はソ連など東側諸国を除く連合国によって批准された。 1948年7月1日、アメリカ・イギリス・フランスの軍政長官3人は、フランクフルト・アム・マインの IG ・ファルベニ・インドストリーの旧社屋に、各州首相を集め、憲法に関わる3つの文書を施行した。これらは、フランクフルト文書と呼ばれる。このうち、第一文書は、西ドイツ国家の建設と憲法制定。第二文書は、各州領域の再編。第三文書は、 占領規則について記されていた。第一文書では1948年9月1日までに憲法制定会議を開くことなど、ロンドン韓国に基づいた決定が含まれていた。将来の国家像や憲法について、初めて示された各州首相や世論は激しく反発した。キリスト教民主同盟は、連邦制には賛位を示したものの、憲法制定会議の代わりに、 議会評議会を開くことを要求し、国民投票による批准措置への反対を示した。ドイツ社会民主党は憲法制定自体に反対し、憲法の代わりに暫定的な法律を作り、そのための終戦室の議会を作ることを要求した。これを受けて7月8日から10日にかけて開かれた州首相会議では憲法は制定するがそれは、 ドイツの国民が自由な自己決定を行えるまでの暫定的なものである基本法とし憲法の決定はドイツ決定後に行うこと、議会評議会によって審議を行い、国民投票による批准措置は取らないことなどのドイツ側意見が決定された。7月14日、州首相らはこの意見をもって軍政長官との協議に臨んだ。しかし連合国側、特に アメリカ軍政長官、ルシアス・スクレイは、西ドイツ国家の設立を遅らせるドイツ側の意見に、不服であり、7月20日に、州首相会議の決定を拒否する回答を行った。州首相らは再度協議を行い、基本法という名称は維持した上で、暫定憲法を付け加え、批准は各州の議会で行うという妥協案を策定した。 7月26日の協議で、軍政長官側もこの意見を受け入れ、ドイツ側もフランクフルト文書を受け入れることとなった。9月1日、各州代表で構成された議会評議会が初会合を行い、翌1949年5月まで協議を行った。この間、軍政長官は15回の会合を持ち、ドイツ側の協議に対応した。 特に11月22日の軍政長官を覚書は、フランクフルト文書の確認にとどまらず、複数の詳細な意見も含まれており、ドイツ側の憲法制定作業を評価する基準となった。占領参加国のうち連邦制を取るのはアメリカだけであり、また、占領行政をリードしていたのがアメリカであったこともあり、連合国側の基準は、連邦。 週二元分離型連邦制を取るアメリカの制度に沿ったものであった。しかしドイツ側の構想では連邦、週間調整型連邦制を取ることが多数派であり、議会評議会は連合国から示された、エイドメモの内容をほとんど無視した。12月2日、議会評議会は財政条項に関する条文を満場一致で可決し、その後軍政当局側に提示した。 しかし連合国側は税制条項に不満を示した。イギリスは妥協的であったが、アメリカとフランスの強い主張により、1949年2月18日に軍政長官をぼえががドイツ側に示された。しかしドイツ側の案はなおもアメリカとフランスの軍政長官を満足させなかった。特にクレイは強硬であり、ドイツ側の修正案を受諾するべきとした。 国務省の韓国を拒絶している。一方でアメリカとフランスの本国は、より早く、西ドイツ国家を成立させ、西ヨーロッパ安全保障構想に組み込むべきであると、方針を転換していた。4月8日、米英物の参加国外省は、ワシントンで会議を開き、軍政長官と議会評議会に対するメッセージを策定した。しかし、軍政長官側と、 議会評議会の対立はなおも続いたが、軍政長官側は本国側の意見もあって、ついに折れ、ドイツ側の主張を大筋で認めた。4月25日に連合国と議会評議会の合意が行われ、基本法の制定はほぼ確定的となった。1949年5月8日、議会評議会は基本法を採択し、5月10日には選挙法を採択した。 5月12日、議会評議会代表、州首相、そして、軍政長官とそのスタッフが集まり、基本法が連合国側に提示された。軍政長官たちは、本国の訓令に基づいて、これを承認し、基本法は、批准手続きに移った。5月18日から21日にかけて、各州議会で、批准の賛否が問われ、バイエルン州を除くすべての州が批准を行った。 連邦共和国を構成する州の列挙。人権、平等の尊重。男女、信仰、宗教、言語、兵役拒否。学問、集会、結社、移動、職業の自由。教育、養育を受ける、子どもの権利。教育権と保護者の選択権。義務教育、公的宗教教育を含む、学校制度。信書、郵便、通信の守秘義務。 難民被護権。民主主義と自由を乱す者の,の基本権の喪失。自由からの闘争の禁止。動物の権利に関連する自然的な生活基盤の保護。2、3をドイツ連邦議会。1、3を連邦参議院で構成する。防衛事態に対する監査を行う。連邦及び州の立法に関しての規定。連邦と州の税源や支出について記述。 ありがとうございます。